まあ比較的打ちやすいピッチャー来た。いける。ここで打てなかったらもうタイブレークで大ピンチから始まるから、もうここで蹴りをつけたい。 OK、 これヒットアウト。あー、なるなよお前。ストレート狙っていくか。これもう長打狙うしかない。いけ。あー、あ、でも相手 OKOK、 結構深く守ってた。ナイス。あ、パワー A だからな。そしてキング頼むぞ。もうこいつも絶不調なんだよな。いけ。おかすもクソゴミ。最悪だ。うわー、やばい、タイブレークいっちゃったよ。もう藤川なんとかしてくれ。ここマジでつ K2 取ったらクソでかい。 OKOK、 まずは2ストライク。多分ボール弾振ってくれお願いだ。よし、ナイス。まずはワンナ、まずはワンナウト、いけるぞ。ちょっとひねりを入れたカットボールも投げていこう。これ転がしてくれ。あ、入ってないか。ちょっとスラブいくか。これ、あー、うわー、ありがたい。まだけどまだ点は入んない。あー、ワンナウト満塁。嘘だろー、最悪の結末だけは本当やめてくれ。ここまで来て、ちょマジでケツ取れ。高めにちょっとボール球で、もう決め球フォークで決めてんだ。てかこれ中間守備じゃなくて前進守備しかない。頼むぞ。ショート飛び込み OK。 ケツ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 、よっしゃー、あぶねー。ほんとギリギリの戦いだ。ギリギリでいつも生きていたいから。あー、ここバントで OK。 よし、確実にもう勝ちます。ここは戦いに卑怯もクソもね。うん、何してんのこの人たち。あ、マジ嘘でしょ、満塁策。ええー、でもここスクイズしちゃおうかな。6番って誰、中田翔か。いけるかこれ。もうスクイズするかこれ。いや打つかもう。いやー、やばい、追い込まれた。打つしかねえ。うん、危ねえ。勝負強いだろうお前。アテンをもう取ったことあるはずだ。あの時のお前を思い出せ、全盛期のお前を。さあ2-2。うわー、ダメだー、振ればよかった。でかもうマジかよ。国母、いや、いけるいける。逆境男を持ってる国母だったら。ああ、嘘だろ。まだあのピンチをくぐり抜けないといけねえのか。しかもこいつら俺らのパクってもうバントとかしてきてるし。いや打ってくんのかこれ。あ、バントか。いやもうファーストだここ。いや、やばいやばいやばい、本気でまずい。やめてほしい本当。ちょ本当に、あー、やばい、同じことしてやるよこれ。うん、相手とまるっきりさっきと同じ状況や。くそー、どうしよう。練習守備怖いな。絶月シフトだなここ。ああ入ってるか。頼むからゴロ転がしてくれ。大きな追い込んでいく。頼む。おし、まずは三振。頼む、ここだけでいい。ここを抑えてくれたらもう絶対勝てる。絶対今度こそ打つから本当抑えてくれ。頼むマジで、マジでコントロールミスとかやめる。マジで OKOK、 まずは2ストライク。あと1球、あと1球でいけるか。よし、ナイス、よくやった。お前たちは立派な侍になった。おっし、もうダイソー出すかここ。てか、うん、2度3度目のタイブレイクってないよな。わかんない、あんのかな。これでいくか。
日本ダイソー起用します。石川一塁に入りました。バントでよし、あ森本、あでもこれは大丈夫だ、こいつゲッツーのミートじゃないんで今回森本に全てを託そう。あファウルか、頼む。あーボールが先行なだったらいける、やばい嘘でしょ、いやちょっとマジで、いやマジでここで打てなかったら俺本当に地平道吐くかもしんない。サードランナーチラッと見た、ボール投げました。いや本当にやめてくれ、あノースリーか、投げました。あーこう意味のないファーボールだわ、頼むぞガイザー、絶不調だけど投げました。いけるいける、もう押し出してもいいぞこれ、ファーボールで抜けろ抜けろ、エラーしてパクリ落とせ、ちょっと待ってもう無理だ、3度目のタイブレークとか耐えきれで、ね、ズフクーラーさんに変えるしかないファースト、どうしようピッチャーもう半分ぐらい削れてるからな藤川。はい。これから韓国の攻撃に入ります。そしてバッターボックスはもうスタミナほぼないわ。いけるかこれ。ただもう抑えてくれるような中継ぎはいねえんだよな。やってくれ頼む。この回も託したお前に。書いて4番かやばいな。やめてよ。やめてくれホームランだけ。なんだよ。チームメイトが迎えます。いやだけど勝ったつもりでいるわけじゃねえだろうな、まだたかが3点取られただけで俺が諦めると思ったか。はい、日本ピッチャー交代です。藤川降板、横山今日4番手としてマウンドに上がります。とりあえずもうこれ以上点は取らせねえ。横山頼むマジで、OK 相手も安心して緩めてんなこれって、許せねえ、ちょっと危ねえ、よしそうクリーンアップからだ、3、4、5、最高の打線でこいつらを潰しにかかる、もうどの道もタイブレークは存在しねえこれ以上、頼むぞキング、ここでまあなんとか仕留めていくしかない、もうバントはできないこの点差じゃ、打っていくしかない、もうなんでストライク言えんだよ、見てもんで次は4球目外角低め、どうしてくれ、投げました、入ってる、オッケーヒット、よし、さあノーアウト満塁、もう神に祈るしかない、ムナトヘペトナスイエスキリストアッラーグバル頼みます、あらゆる神よ我に力を、もうこれで打てなかったら神様いねえわ、うん、てかここヒットでつないでいくわ、さあノースリーいけるいける、まず1点はくれ、よしいけるぞ、じわじわと痛ぶってやる、さあ頼むぞ、入ってるか、変化球かと思った今の遅さ、やばい、うぜえ遅え球が翻弄されまくってる、やめてくれ本当に、あー中田パンチで打ってくれ、投げました、アウトサイドボール2ボール1ストライクバッティングカウント、投げました、よしショータイムだ、次は5球目、
うん、ダメだ。よし、これでまずは同点。よっしゃ、あぶねえ。ちょっと頼む、福が頼む。あー、ダメだ、こいつ警察のミートついてる。マジでやめてくれ。こいつにでも全てをかける。もうこいつ以上に打てるやついないから。やめて、ファール。いや、ここで取らなかったらマジやばい。あー、やめてくれ。マジ頼む、エラーしろ。マジヘッドトラリング。うわー、マジで終わりじゃねえのかよ、これまだ続くのかよ。もう無理、終わらせてくれ。もうまだすごいのかよこれ。終わりじゃねえのか。存在しないスコアボードが次々と書き換えられていく。やばいなぁ。いや、横山じゃ絶対打たれるわこれ。もうストレートで勝負していくか。うわ、取れる取れる取れ取って、危ねえ危ねえ。ああ、よかった、まずはワンアウト。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁か。バント、いや、バントでいいよ、ここはバントさせよ。見送ってストライク。お前打てよ、打てよじゃねえ、ちょっとバントするよ。オッケーオッケー。やめ、危ねえ、お前変な送球すんな。ここでやっと一人抑えてくれりゃいける。投げた、初球外れた。さあ、スペリドウィング。見送ってボール。いや、ここは勝負していこう。バックでいくか。入れ、よし、ストレートだ。魂のこもった、オッケー。いや、これはマジでいっただろ。よくやったよ、横山。この鉄平、森本、フィジーさんの外野手コンビで相手のピッチャー変えてきたか。もう絶対勝てる、これは。やばい、ファール、ファール、ファール。ファール、よし。もうバントするか。いや、やめよ。鉄平の足だったら第3球を出る。よし、第4球を投げた。オッケー。あー、落ちる。あ、無理か、戻れ戻れ。ダメか。やべ、次森本だっけ。ああ、代打出そうかな。いや、でも守備のこと最悪本当に考えたらこいつは変えられない。森本を信じるわ。今までのイメージを払拭しろ。投げた、もう際どいところ。投げた、入ってるか。投げた、低め際どい。いや、走ればいいんだ、走ろう。ここヒットエンドランや。これでよし、ゲッツーは阻止した。さあ、決めきれるか。ジルサはいけるか。頼む、投げました、落とした。頼む、これはわずかに低いか。投げました、変化球、入ってるか。ここで打つしかない。1点でいった、1点でいいから、マジで1点でいいから打ってくれ。第4球を投げました。あぶねえ。カウントは2ボール2ストライク。ねえ、ハ最後は空振り三振でした。うわ、まだ続くのかよこれ。同点です。いやいや、マジでも今日2三振の間、一打勝ち越しのチャンス。バントか、早く投げる。ちんたらしいんじゃねえお前。ワンアウトランナー二塁三塁に変えます。この後に控えているのはブーム、インコース低め。これまずいぞ、非常にまずい。またホームランとか打たれたらやばい。これは完全に振り遅れ、ボール外れました。投げた、見送って追い込んでいく。インコース決まってツーボールツーストライク。アウトローの初球スプリットインカーでいくしかない。何、取って、無理か、取れるか。ああ、取った。いや、1点はしょうがねえわ。そこ問題はこの後だ。お、よく今まで無失点で抑えてたよ。てか、頼む横山、やめてくれ。取って、うー、返すな返すな、ランナー。いや、これ取れるだろ、アウトにできる、これアウトにできる。マジか。あ、今中継入れたの失敗だったかな。やべ、ぴよってる、もう変えないとこれ。しかし、もうこのメンズしかいないっていう。中継ぎ適正やるのが渡辺しかいないっていう。日本ピッチャーを変えてきました。横山降板、渡辺今日5
5人目のピッチャーとして登板です。走ってくると思わなかったな。やめて。あ、OK。クソ2点か、まずい。延長14回の表が終わって10対8韓国2点勝ち越しです。だけど打順的には悪くない。あ、でも調子は最悪なんだった。 2,3,4 と打っていくしかねえぞ。第2球インハイ際どい球ボール、カウントは2ボール。第3球よし、まずはセンター前ヒット、オッケー、ノーアウト満塁。俺の脳みそに負けるなんていう文字は入ってねえんだよ。忘れたわそんな、うん、このフィールドは世界一で一番熱いフィールドだ、間違いなく俺が作り上げた。そして俺が世界一になる。あ、頼むぞ。グバイグバイフェアフェア。いやーマジか。さあ5球目、よし、これヒットでしょ。オッケー、まずは同点。ナイス、走れ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 、これサードセーフになってくる。よし、よくやった。この回の負けはもう消えた。いけるぞこれ。まだノーアウトだし、これはモロだ。よし、犠牲フライ、いける、この距離なら。ああ、なんとか勝ったが、よっしゃ、あぶねえ。5回目のタイブレイクとかじゃなかった、そんぐらい戦ってなかった。4回か、あぶねえ。選手も使い切ってね、総力戦だったわ。さすが韓国だったわ。あぶねえ。しかもまだこれでも決勝じゃないっていう、あと2つ勝たないといけない。